つての剣客たちも風を感じていたのでしょう。今のたまみのように。そう考えるとますますその気になってきます。撮影を続けましょう。ああ、プロデューサー殿でござったか。これはこれは。休憩中なのは分かっているのですが、先が気になって台本を読みふけっておりました。え、口調が戻ってない。そんなことありません。うわぁ、本当です。またやってしまいました。いや、面目ありません。ついついのめり込んでしまい。ん、待ってください。もしやこのままでは可憐な女性になることが難しくなってしまうのでは。何せ今のたまみは修行の身、華やかさとは無縁ですから。うわ、どうしましょう。せっかくアイドルの鍛錬を積んできたのに、このままでは可憐さを失ってしまうでござる。わっ、またいてしまいました。プロデューサー殿。え、大丈夫本当でござですか。ふむふむ、この先の展開で衣装を変える場面が。どこの場面ですか。何こ、これは。強く、そしてあでやか。まさに剣の道とアイドルの道、二つの道が一体となったかのような衣装です。